富裕圏は中華人民共和国国立公所父原市に位置する県。県人民政府の所在地は富裕鎮、国家給品根県に指定されている。北部は、と津賀市、東部は、岩や南東は、大慶市、林治県、南西は、鉄岐崎区、県下区、北西から南西にかけては、のんじゃんが流れている。これが、 甘南県と梅里ココダウール属区との行政区、境となっている。冬は県内を流れるカラス広シ鹿シ川の名称が点火したものである。新大は最々高寺福都等の管轄であり、1685年に投寺時短、寧年年短が設置された。新末民発は県西部は流行府、東部は一括明暗記に属した。独立した。 行政区画としては1929年3月19日にされた富遊設地局である。満州国が建国されると1933年10月1日に富遊県に解消され国流交渉の管轄とされた。翌年12月には流行省へ移管された。戦後はノンジャン省とされたが1949年5月にノンジャン省が廃止されると 国流交渉に編入され、1985年以降は、父春市の管轄となり、現在に至る。下部に六鎮、三郷、一民族郷を管轄、農業が主体であり、牛乳以外に各種経済作物が生産されている。ありがとうございます。